こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、タイトルにもありますがちょっと言いにくいことなんですけども、以前私のチャンネルに出ていた彼氏のわたるくんに関する動画です。実はですね、皆さんにわたるくんから伝えたいことがあるとのことなので、早速この後わたるくんと電話してみます。果たしてどんな話になるのやら、私もドキドキなんですけども、ぜひ最後まで見てってください。そしたらかけます。はい、もしもし。カメラ回ってますよ。あ、動画撮ってるってこと？え、だって動画撮るよねって言ったじゃん。あ、それでもう回してるんだ。そうですよ。相変わらず早いな。当たり前じゃないですか。久しぶりだね。いや、ほんと久しぶりだね。あれですよ、視聴者さん、勘違いしないでくださいね。プライベートで連絡取ってますよ。 YouTube 上でのわたるくんと青木かのんっていう絡みは久しぶりだねっていうことなんで、わたるくん、あのさっき言ってたじゃん、あの伝えたいことがあると。ああ、電話で言う？え、だって、え、そうなんじゃないの？あ、いや、そ、まあ、そうか、そうです。手段はするしかない。そう、手段はするしかないですよ。どうしたんですか、わたるくん。え、普通にこれもう話していいの？はい。今もカメラ回ってる。そうですよ。今、視聴者さん見てますよ。ちょっと、ごめん、めっちゃトークかぶるし。え、久しぶり感が伝わって新鮮ですよ。最初かぶっちゃうよね、やっぱトーク慣れてないと。なんか、なんで言うの？整理がついてないんだけど、まあ、先に答え言うと、お、できる男。以前、確か12月が最後だったから、はい、動画出させてもらった。年内が最後だったね。そうだね、わたるくんが転職するっていうことで、転職先の会社が動画出演は NG だから、この度動画の出演を卒業しますっていう。そう、多分この動画をパッて見て分かんない人もいると思うから、ちょっと前から話をすると、はい、以前動画を出させていただいていて、2020年年内いっぱいで出演を、次転職する会社が就業規則上ダメだったので、年内で出演に関しては終了します、はい、ということで最後終わってましたと、はい、実は動画内で言ってるんだけど、年明けから入社がもう決まっていたんですね。ただ内定先の方からコロナのちょっと影響あり、まあ、就職が難しいっていう状況になってしまいましたと。聞いてます。転職活動をして内定いただいて、入社は決まっていたんですけど、結果このコロナの影響に左右される業界っていうのもあって、でちょっと入社が、まあ、難しい。一方的に会社さんからもうダメですよとか、コロナなんでもう入社できませんとか、そういうんじゃなくて、双方ちゃんと話し合った結果分かりました、うん、で合意のもと今回はお見送りになりましたっていうことが4月の、まあ、頭から中旬ぐらいにかけて起きた。そうだよね、出来事。それちょっと聞いた時びっくりしちゃった。あ、やっぱ世間で起きてることって本当だったんだって。そのニュースとかでもコロナ解雇とか聞いてたから、本当と思ったけど、まさか彼氏のわたるくんという身近な存在の人間がそうなるとは。よく新卒の人とかでさ、内定切りとか、はいはい、よく聞いてたけど、まさか年齢的にもう28で中途っていう立場でこういう状況になるとまさか思わなくて、この先計画としてどうしようっていうのはあるよね。え、ということは、わたるくん YouTube に復活できるんじゃないですか？ごめん、それ全然頭の中になかったわ。まあそうだよね。だってわたるくんのさ、事情とか知っている視聴者さんだったら、こちらに動画出てると思うんですけども、その動画見たら、動画出てやーみたいなことをあんまり軽々しく言えない状況。でもね、本当に、これはありがたいことに、なんか以前介護とか、そういったところがありますよって話したけど、はい、そこもね、実はね、少しずつこう軽くなってきた。ありがたいこと。動画に、だから出ますとかそういうんじゃなくて、ただ単純に家庭の状況としては少し落ち着いてきたから、気持ち的とか体力的には、だいぶ楽になった。おばあちゃまの件。あの、祖父母だね。なるほど。ということは何？担当職人に聞くと、動画出れるってことですか？出れるね。回答は出れますと。なんか、以前多分一番最初かな、動画出させてもらった時、個人事業主ですとかいう話してたじゃん。あれと状況にまたしようかなって思って、いろいろこうなんかお付き合いさせていただいてる方に話した結果、以前と同様仕事いただけるっていう話も結構複数ちらほらあって、一旦本当にこのコロナっていう状況の中で仕事いただけるってめちゃくちゃありがたくて。いいよ、青木かのんの肩もみ業務も渡すよ。別に肩もみ券とかいらずに普通にそんな無償でやるわ。ちょっとやめてくださいよ。こったやめてやめてやめて。じゃあ何、あの顔出しできるの？まあ一応できるけど。今も？できるね。今から？今からは無理で。あれメイクしてないから。すっぴん？すっぴんだし。化粧してないじゃん普段。しかもスウェットだし。あー、なるほどね。ちょっとうれしすぎてちょっと顔が変な汗が出てきて、嬉しすぎて。え、本当に出てくれんの？え、まあ
ランズなら出たいけど。ちょっとやめてよ。どうなんだろうな。あ、わかった。あれでしょ、その、確かにさ、渡るくん、自分から出なくなりましたって言ったし、2020年の年末に、まあ、結構盛大に渡るくんお見送りみたいな感じで動画出したじゃん。そう。で、お前、こうなんの1ヶ月で結局回ってくんのかよみたいな感じで。あ、なんか正直言うとそこが一番でかくて。これ、話しといた方がいいかな。あの、実はね、渡るくんが動画出れなくなりましたって、発表以降私のチャンネル登録者数が1万人減少してるんですよ。1万人？そうですよ、わたるくんのファンの人だと思うよ。いや、まあ、その1万って数字はたまたまかもしれないけど、減ってることは事実なんだ。減ってる減ってる、本当にびっくりするぐらい。だからあ、やっぱり愛されてたのかなって。まあなんかそれは背中を押してくれるからありがたいけど、結構その年末におっしゃる通りで盛大に行ってきます頑張ってねみたいな感じでさ、まあ、状況としてあるからさすごかったよね。戻ってきましたおかしくね、なんかまあ中にはよく思わない人はいるかもしれないけども、でも事実じゃん。とは なんて言うんだろう、正直今安定してる状況じゃないからさ、泣いてなくなって引き合いがあってお仕事いただけるって言っても、まあ、そんななんか自分の稼ぎも安定してねえやつがさ動画出てる場合なのって話、そこはちょっと難しいかもしれないけど、リフレッシュ的なコメントもらえたりとかいるなっていうのは嬉しい。渡るくんめちゃめちゃだってずっとコメントに釘付けだったじゃん。あ、こんなこと言ってもらえて嬉しいみたいな。乙女だったよあの時。ミーハーだったっしょ。でもその初心の心って多分大事なんだって。私は、ま、渡るくんから学んだよ、視聴者さんに感謝するっていうこと。一つのコメント見ただけで最初嬉しかったけど、なんかその気持ちってずっとあったもんな。俺1年何ヶ月経ったけど、スクショ送ってくるもんね LINE に。懐かしいね。じゃあ渡るくん、何本当に出てくれるのかな。いいと思うじゃねえよ本当にいいの。あ、全然そうだね。やった。こっちですか、一番もったいぶるのが YouTube で再生ボタンストップされる原因ですからね。もったいぶっちゃいけませんよそこはプロのそのカノンさんのトークでどうにかなんない、つなぎで。つなぎで。そしたら一旦話をちょっと変えて、ここ最近の渡るくんの近況報告をちょっと聞きたいです。その後に結論出して。何話そう、このエピソードトーク。エピソードトーク話しながら今後また私のチャンネルに出てくれるか出てこないかの答えを考えておいて。めっちゃ難易度高いけどはい、じゃあまずエピソードトーク。最近元気にしてた？最近、めっちゃ元気にしてたけど、なんか2021年のこの1ヶ月は、なんかいろんなことが起きすぎて、なんか1月を過ごした記憶があんまりないわ。いろんなことが起こりすぎて。そうだよね。気づいたら2月だったわ。失われた渡るくんにとっての1月を2月で取り戻そう。めっちゃかっこいいじゃん。バレンタインで私作るよ、またチョコバナナ。あ、ごめん、ほんと大丈夫。チョコバナナね。いや、ウインナーだ。ここにはな、ここには？他にも。もっとちょうだい。結果、カズノコを食べれなかったっていうのがあったわ。カズノコ好きだもんね。嫌いですね。小学生、大学生で、年齢経つとさ、酒とかって美味しくなるじゃん。それと同様で、今まで苦手だったカズノコを、ちょっと克服したいなと思って、スーパーで自分で買って食べたけど、結果食べれなかったっていうエピソードしかねえわ。なるほどね。しかも1000円もしたし、1パックで。うわ、めっちゃいいやつじゃん。ただ、私が、カズノコチョコレートを作ってあげるや。いや、ほんとやめてほしい。え、じゃあ、YouTube を出なくなって、どんな心境になりました？ YouTube を見る回数がめちゃくちゃ減った。やっぱそうだよね。そうなるよね。まあ、それがなんか嫌いになったとか、そういうネガティブな意見じゃなくて、忙しいっていうのもあったし、実際になんて言うんだろう。自分が出る動画ってやっぱ見るじゃん。箱動画とかも含めて。YouTube のその視聴の時間が長かったんだけど、YouTube に自分がアップされないから、この YouTube に対しての期待がなくなってる。じゃあ何？また渡るくん、YouTube 見たいんだったら、私のチャンネル出たら？え、YouTube もっと見たいでしょ？いろんな動画。ヒカキンさんとか。まあそうだね。そしたら、私の青木かなのチャンネルにまた出て、ね、私にドッキリをまた仕掛けてくださいよ。ドッキリ仕掛けてあげましょうって、なんでしょう。仕掛けてくださいよ、また。そうですね。聞きました、視聴者さん。渡るくん、お帰りなさい。ただいま。ちょっと私泣きそうですよ。渡るくんとは個人的に連絡取ってるからあれだけど、でも YouTube でこうやって一緒にやってる渡るくんのことも好きだからさ、なんか違うんだよね、普段の渡るくんと YouTube の渡るくんって。なんかまた新しい、みたいな。なんすか、泣いてるんですか、ちょっと。泣いてない、共感したの。あ、共感したの、なんかちょっとあれか、思いにふけてたのか。だそうです。視聴者さん、こんな形で、突然のご報告となりますが、渡るくんと青木かのんともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャレーな。
気持ちよーすって。ちなみにこれはなんだね、もう動画に出るんだよね、今のやり取りというか、この電話の内容とか。当たり前じゃん、こんな私テンション喋んないでしょ、プライベート。もっと確かにプライベートはおしとやかだよ。おしとやかな人は自分で言わないからさ、もっとプリッチーだよね。まあいいや、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、また近日ですね、おだるくんの動画出しますので、また楽しみにしておいてください。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと私の SNS とおだるくんのノートも画面の下にありますので、そちらも画面の下から久しぶりだね、それ言うのも面白いな。はい、はい、画面の下からフォローお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。